はい。じゃあ、野菜で使ってる食材っていうと、ネギですか、はい、そうですね。メインには今、ネギですね。有機産業さんの。ああ、ネギ。はい、ネギを使ってますけど。こちらも本当、なんでしょう、ネギ嫌いな方でも、あれ？これってネギなの？って言われたり、あの、ネギ臭さがまずないというのが一番特徴かなと思って。で、炒めると今度は甘くなりまして、うん、はいはいはい、それがもう、なんつったらいいんですかね。玉ねぎのように甘い。でもネギみたい。長ネギという感じなので、これもまたすごいなと思いますし。なるほどなるほど。それで日にちが経ってもですね、あまりこう腐敗したりとか変色しないっていうのがすごいなという、うん、思いますね。はい。なるほどね。まあ、野菜も鶏もそうですけど、全部すべてに驚かされてます毎日。そうですか。じゃあぜひね、はい、西大井に。皆さんこれを見た人は驚きに行ってほしいですね。そうですね、本当に来ていただいて、はい、まあ、本物の野菜とかそういう鶏肉、うん、まあ、豚肉もそうですけど、うん、あ、こういう味が本物なんだなっていうのを感じていただきたいですね、うん、なるほどね、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。